青年局次長ということで、はい、局長が小泉進次郎さん、ねはい、あの青年局を担っている、ね、青年局大幹部ということですけどね <laughs>、えー、さて安倍政権が発足いたしましたなかなかこう、えー、どうなんでしょうか、まあ、勢いよく飛び出すという、えー、面とあんまり勢いよくすると叩かれて参議院選挙も危なくなるというなんかすごいこの微妙なところを渡っていくような 何かスタートではないかと私、そういう印象を持っているんですが中で見ていてどんな感じをやっぱりあの慎重ですね、うん、それからとにかく次の参議院選挙までは、うん、あ極めて慎重運転でいこうというのとです、ねうん、しかし、えー、この6ヶ月間、この経済対策待ったなしだということでデフレの脱却と、うん、それからやはり円高対策。うん やはり株価が高くなるようにというあらゆるやっぱり経済対策をスピード感を持ってやっていこうということでそれはあの私たちもですね正月早々から本来ならば新年会多く回らなきゃいけない時期なんですがそれと同時にですねすぐに補正と経済対策のそれぞれの分野ですぐに取りかかれということでもう年末年始、ほとんど休みなく我々若手まではですねそういう動きをしているということはまあ自民党としては ああ、いいスタートを切れたのではないかというふうに思います。長谷川さん、主に、ど、どうなんですか、農業分野から。かえ、私はあの、自由民主党の、今農林、え、うん、それから水産の副部会長ということで。うん、あ、そうなんです。え、今回は特に、えー、まあ、tpp の問題等もあるんですが。やはり、元となるのは、私たちの同年代の、やはり一時産業従事者。うんうん、まあ、北海道でいうと二十万人おるんですが。おお、うん。あの,あのあ、ごめんなさい。一時産業の従事者が全体、ね、全体がですね。うんうん、で、特に、まあ、私たちと同年代のですね。一時産業従事者の皆さんが。 やはりあの希望を持って維持産業につけるような環境を作り出すことが私たちの役割であって、うん、まあ従来通りのですね農業の補助金をもらったりということも大事なことではあるんですが一方で私たちの若手のですね自立的な農業というのをやっぱりどう誘導していくかというところが、うん、私の役割だというふうに思います、うん、そこはねやっぱり一番の基盤ですよね。はい、それ抜きに TPP がいいか悪いかか悪とっったって 実は議論が始まらないというところがありますよね。そうですね。うん、やはりあのちゃんと環境をですね。まず作る。うん、それからあ、意外にあの若い人たちが農業の可能性や水産業の可能性に気づいてないところもあるんで。うん 実はこの自分たちで作ったものを加工してブランド化して流通させるというのは最も楽しい、その私はまあ労働じゃなくてこれはあの活動に近いというふうに思っているんですがうそういうことに気づいてもらうためのやはりあの政治活動というのをやっていきたいというふうに思いますんなんか学生さんもそういう現場に連れて行ったりしてるんでですすそうね最近あの、はいお、この間、早稲田の大熊塾で講演をさせていただいた、はい、あメンバーの方がですね学生の方が非常に関心を持ったということで。 えー、農業のそういう場面も現場にも連れていくし、うん、それからあ農業予算の獲得のおもう県権が,がくのそういう農林部会にもですねお<ー>、えー、このおスタッフとして連れてったりということで<ー>とにかくやっぱり現場をお若い人たちに見せたいという思いがあってです、ね、うそういういこともしてますもあ今の学生でそ,のそういうところに関心持つやつがいるっていうのはうれしいですよね。 やははりり労働いいっぱいありますで問題はやっぱり自分たちの好きな感性でですねそれをやっぱり仕事とかあるいは価値のあるものに変えれるかどうかっていうのが大事でしてそこをきちっと道筋をですねこんなふうなやり方があるよっていうのを立てればですね 一時産業って非常に入りやすい分野だと思います。いくらでも人を求めている人材を求めているわけですから。ただその若い人たちの方がそのこと知らないというあまりに知らないというね。そうですね。なんか肉体労働とかですね。その非常に厳しい労働のあのイメージだけ先に湧いて、あのそこから先の知的好奇心という部分についてなかなかこう皆さんが感じられないのがやっぱり農業の今の一番大きなネックだとより思います。そうですね。しかしそれにしてもその TPP 問題、まあ安倍さんがアメリカへ 行きたいと早くしかし、その行くとすると TPP 迫られると、はい、この辺はどうしたらいいかってまだ党内でなかなかこの意見二分みたいになってるんでしょうねきっとまああの,今日の新聞にも書かれてあの、うん、おりますけれども、まあ、あの自民党の過半がですねやはり TPP には反対。うんうん、でで今回あの特徴はですね 民主党の場合は都市部の選挙区から受かる方がかなり多かったんで、すとなると農業関係者はほとんどいません。一区の場合、私たちの北海道1区の場合はですね47万人いますが、そのうちの農業従事者は220人だけですから、それも米とかですねそういう方いらっしゃらずに果樹園だけなんです。ですから農業都市型の 農業に対して自ずとやっぱり関心がない、うん、今回の選挙はですね一番のプラスは何かっていうと地方の地域の本当に離島も含めたですね、うん、国境離島と言われる地域の皆さんがですね、うん、まあ受かってきたということがあって、うん、やはり地域の考え方をやっぱり大事にしていきたいそれと重貿易という部分の日本のやっぱり強みをどういうふうにバランスよくとっていくかっていうところがですね まだその TP 水の中に見えてきていないところがあって、うん、これから6か月間が非常に大きなやっぱり議論になると思いますただタイムリミットもあるわけですよね、TPP はね。参議院選挙までそれ言わないで済ますのができるのかどうか結構際どいですよねだから、まあ、自民党の本,、まあ、本来その先先、先送りというふうに言われていたことをですね、うんまあ、クリアをしていかないといけない、うん、なんか期限を切ってですね結論を出していかないといけない。うん とは思います、うん、ただ同時にそれまでにじゃあきちっとしたやっぱり日本の農業とかですね我々の若手の一次産業従事者がどう,、うん、どうやっぱり成長していくのかということも含めて、うん、やっぱり同時に答えが出せるかどうか、うん、これは非常に時間限られてきてると思います。うん